今回は矢倉戦における重要なトピックである端攻めについて解説していきたいと思います。今はですね先手は持ち駒に桂馬と歩を3枚持ってます。で矢倉戦において大事なのは端歩の位置ですね。今はこうお互いに端歩を突き合ってます。ですが場合によってはこのようにお互いついてない形あるいは端歩を詰めてる形とまあ えー、様々です端歩を突き合っている形ですと、えー、どのように攻めるかといいますと、えー、1 5歩同歩1二歩同香で、えー、これがですね同玉と取ると、えー、この金が浮き駒になりますので浮いてる駒になりますのでこちらからのですね横からの攻めにも弱くなりますしあるいは、えー、強者の。 強者が走ってですね、はい、攻めていくこともできますし、持ち駒の歩を使って、ここに真歩を垂らす、あるいはこの地点に歩を打つといった。まあ、そういった攻め方も出て,き、あのー、出てきますので、基本的には、えー、12歩、あるいは13歩というような点に対しては、同玉とは、えー、かなり取りづらいというふうに覚えていただけたらと思います。はい、で、同郷と取りまして、13歩、同郷、14歩と。 歩、まあえー、を使って強者を釣り上げます。はい、で強者を釣り上げてここで2六桂と打てばこの香取りが、えー、確定するということですね。強、は、者、い、は後ろには下がれませんのでこれがまあ基本的な、えー、端攻めの仕方ですね。では、えー、この端歩をですねあのこのようにこう突き捨てた時にえっ、ー、と。 先手の持ちがですね今3歩あったんですけれどもじゃあ2歩の場合はどのように攻めればいいかと言いますと、えー、この場合ですと1二歩、えー、同香1三歩とや、えー、打ってもえ同香と取って今度は歩を持ってませんので1四歩とは打てません。ということで、はい、この時には2歩の時は1三歩と打ちます。これは香取りではないんですけれども次に。 この香車を走ってこの1二の地点を攻めますよということですのでそうされると、えー、後手としては嫌なので1三歩にとっては一三歩には同挙と取ります。で、えー、1四歩同挙2四桂と。はい、でこうなると香車、えー、を2歩で釣り上げることができたということですね。 では次に、えー、持ち駒が1歩の時はどうするかと言いますとこれはさらにこう上から歩を打つことになりますね1・4の地点から歩を打つことになります同胸と取ればもちろん2・6系ですただこの場合ですと、えー、次の狙いとしては強者を走るんですけれども、えー、1・2ふと、はい、受けてこの8攻めですね1・3の地点を受けてしまうというまあ、そういった受けの 手が出てきますのであの、まあ、2歩あるいは3歩持ってる場合は1三歩,歩あるいは1二歩から打てた方がより確実に端を崩しにいけるといったところですね。ということでこのように端歩を突き合ってる局面ですねの時は。 えー、端から崩しに行くかあるいは、えー、前回まで述べてきたようにこの桂ですね桂、はい、を打って直接崩しに行くかっていうのはその時の状況を見て判断することになります、はい、あの確実に崩しに行こうとするのであれば、えー、1五歩同歩1三歩あるいはまあ3歩持っていれば1二歩っていうような攻めもあり,ありますし、えー、もう一手争いに、えー、なりそうだということであれば、えー、もう2四桂からいきなりこう崩しに行くっていうそういったまあ 2、えー、つの、まあえー、攻め方がありますのでそれはもうその時の状況によって、えー、判断していくしかないといったところですね。